大変長らくお待たせいたしました。本日の試合、藤沢翔陵高校対横浜高校の試合、まもなく開始でございます。まず守備につきます、横浜高校のピッチャーは宮田君、キャッチャーは橘君、ファースト玉城君、セカンド板倉君、サード増田君、ショート尾形君、レフト金井君、センターは足立君、ライト岸本君、バッテリーはピッチャー宮田君とキャッチャー立花君です。
鈴木君、ファーストを今井君、セカンドを水野君、サードを斉藤君、ショートを長嶋君、レフトを藤代君、センターは漆原君、ライトを福富君、バッテリーはピッチャー立花君とキャッチャー鈴木君です。
4番キャッチャー立花くん、キャッチャー立花くん、Thank you.
Thank you.
今井君、ファーストを今井君。Thank you.
8番セカンド伊豆野君。
Thank you.
ファースト今井君。Thank you.
Thank you.
宮田君がサードの増田君がセカンド。
5番サードの宮田君、8番セカンドの増田君、9番ピッチャー田中君、以上に変わります。Thank you.
4番キャッチャー橘君。Yeah.
Thank you.
Come on!
Yeah.
ご覧のように9対1で横浜高校が勝ちました。ただいまから横浜高校の栄誉を称え同校の校歌を演奏いたします。試合終了時刻は12時1分です。